はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。で、まあこれでですね、今回何を行くかっていうと、エルゼリオン初見行ってこようかなと思います。 NPC も全切りでね、ちょっとねやってみようかなと思います。だーマジかよお前、だーまずい、やめてくれー。くー、なんか当てにくいというか、なんというか、氷当てていかないと、これが微妙に削られるか、微妙にこの削る感じ。あれ火じゃなかった、あれ違うな、これ源効果だ。今やっぱ火食らってるわ。火上げてこないとやっぱダメじゃない、これ。一体火上げてこないと、はい、で切り返した。全然近づけないな、全然近づけない。削りも結構ひどいんで、これだよ。あー、こんだけ食らうんだ。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ほんとほんとこいつさあ、ダメだ、もうぐるんぐるん、あーやばい、これはだよね。そうそうそう、とりあえずこれでやって、これいつの間にか食らってんだよな。ほい、よし、間に合う間に合う間に合う、いけるいけるいける、痛い、あーやめてくれ、フリッカー当てたい、あーやばい、え、うわ、こんなのもあったのか、待ってくれ、ほいっか、あーやばい、これでバラッとこれ当たるだよな、これ絶対当たるんだよな。いやーお前、3連はちょっとずるい。いきます。なんか必要なものとかあったっけ、特にないよね。麻痺もするし大丈夫でしょう。いやーでもなんかちょっと心配だな、大丈夫かな、頑張ろう。極みに慣れたら通常弱すぎてびっくりする、だったらマジでいい、それだったらいいんだけどな。始まってるよ、まあ、まずは属性剥がしよな。おっ、僕の3分間の頑張りぐらい、僕の3分間が。どうかな、おっ、あ、びっくりした、さすがにな。うわ、マジで早えな、ここ大丈夫かな、この辺なら大丈夫か。おお、待ってくれ、マジで成長してるかもしれない。てかこいつ白くない？白いなお前、純白やん。おお、すげえ。ステージの光の影、ああもう爪終わって、ああ、おうおお、爪終わりましたね。みんなこれはもうあれだね、これはね、これはやばい、ノーダメ、もう初めてだよ、これが極みを討伐した証か。